どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたパーフェクトゴルフというゲームをやっていきたいと思います。ここ最近ですね、実際にお金がもらえますよ的なゲームをずっとやってるんですけども、まあそういったゲームで広告が多くて、でその広告の中にまあこのゲームは出てきたんでね、でその実際にねお金がもらえるゲームというのがものすごい時間かかるんですよ。なのでちょっと今回はですね、箸休め的に、ちょっとね今までまあ昔ねやってたようなそのクソあーくそお意外と止まらねえ。あ、このゲーム意外と止まんないですね。ずーっとコロコロ言ってくる。摩擦少なめのゲームですよね。まあ、このゲームも広告多いですけども、ちょっと今飛行機乗ってますんで、ごめんなさいね。ちょっともう広告正直飽きてるみたいなところがあるんで、もういいよっていうね。ちょっともう広告恐怖症みたいになりかけてる。意外と力足りない。まあ、そんな感じです。とりあえず今ちょっとね、動画1本作るのにめちゃくちゃな時間かかって、で、まあこのぐらいのゲームであれば、まあ3、4時間ありゃ終わるかなと。でね、俺思ったのよ。一時期はね、こういったこう、広告のクソゲーって、まあ楽しくやれてたんですけど、もう最近似たような多くて、まあこれに似たやつで言うとなんかこう、ピンポン玉ポンポンやるみたいなね。まあ概要欄にリンクは貼っとこうと思いますけれども、ちょっと待って、これ、あーむずいね。これ動いて止まるちょっと前ぐらいのタイミングで合わせるとあそこ入らんから、あーいいですね。こういう難易度、そうこういう難易度っていうのが、あーうまい、よしオッケー。こういう難易度がまあ結構ね大事なんですけども、その昔はね、こういったゲームでもそんなにやったことがなくて知らんかったから、なんでしょう、全クリ目指してやったろうみたいなモチベーションがあったんですけど、もう最近こういうゲーム見たら、ああもうどうせループゲームでしょみたいな、もうそんなの知っちゃってるんでね、なんかねその感動が薄いっつう、もう残りが広告ね、飛行機に乗ってもこの残りががね何個かこう仕組まれてるんでね、まあそれは仕方ないですけど、だからまあそういうのがあってちょっとクソゲーに対する興味が僕自身そげてきているっていうのも若干あるし、でなんだったらね、その気になる広告が今減ってるんですよね。なんか広告見て、あ、このゲームはぜひともやってみたいなってなるような広告が少ないんですよ。それこそ魔剣伝説とか、なんかそういった感じのその AFK アリーナとかね、そういった広告がなんかやたら多くて、こういうしょぼいなんかこう気になるな的なね、まあ昔そのジェットパックジャンプしかり、アクアパーク .io しかり、なんか広告で見て気になるけどやらないなみたいな、ちょうどいいゲームというものがなくなってきてて、多分ですけども、まあスマホゲーム自体が若干下火になっているっていうのもあるし、その広告のゲームというもの自体が若干オワコン化していると、まあそういったこともあるんでね、なのでまあちょっとそういう闇を暴く系統のね動画になってるんですけど、まあそれがね、まあ時間かかるんですよ。動画一本作るのに本当に10時間では絶対無理っていうぐらいの、感じなんでね、なのでまあちょっとまあ箸休め的にこういうのもちょこちょこ入れさせていただこうかなと思います。なるべくねこう毎日投稿はこう欠かしたくないっていうのは一応ありますんでね。とりあえず30クリアしましたところで、あーっといいね、スキン欲しい。ちょっと待って、普段スキンが欲しいとかなかなかないけど、よしゲッツ。完全にあれじゃ N 天堂さんのあれじゃん。まあ、ちょっとねやっぱ30までやってきたけど難易度はもう全く上がっていかないですね。いや脆すぎるやろこれ、大丈夫か、本当に判件大丈夫かっていうのは若干ありますけど、これ N 天堂さんに見つかったら多分アウトやと思うんですけど、40クリアしました。もう難易度がねマジ、いいね、しかもこれはそんなに難しくなさそう。 OK、 よし、M スターボールゲットしましたね。これもまあ今 N 天堂さんが絡んでるのかちょっとわからんけど、判件的なものはマジで大丈夫なのかっていうのは、とりあえずね通常ステージはもうマジで全然難しくなっていかないですね。なるほど、一発クリアは無理、一発クリアは無理にしてもまあ3、4回やりゃ、意外と引っかかった、意外と引っかかったけど、まあクリアの仕方がわからんっていうほど難しいわけではないので、とりあえずねこのスキンが結構ねちょこちょこいろいろ出てくるんで、
3個ぐらいクリアすると3頭だけねあのスキンをゲットできるチャレンジの、ゲームがあるんですけど、それだけはちょっと難易度が高めなので面白いってな感じですかね。いやもうエムスターボールの方がいいですね。なんかこう一応ゴルフしてる感がある。あもうちょっとこれさ、だってもしかしたらピキモンのね、うん、ピキモンのミニゲームとかで、これあってもおかしくないよね。そのミニゲームだけを遊んでる感覚でちょっと遊べるんで、あちょっと有名タイトルで遊んでんなみたいな、そんな感じで遊べるのはいいですね。おお来た D ラゴンボールですね。 D ラゴンボール、ああしかも E 神中じゃない、アル神中ですね。アル神中です。なぜ数神中でいいだろう。なぜ星2個のやつを選んだ。まあいいけど。いいですね。こうやってボールがちょこちょここういうパクリの、ああでもちょっとDラゴンボール感がちょっと弱いな。もうちょいオレンジに光り輝いてて欲しいところですけども。でもまあ、いろんなゲームの、なんかこの、しょぼいミニゲーム、的なノリで遊べるのはね、非常にいいかなって感じですね。で、ゲームとしてはもう相変わらず、基本一発二発でクリアできちゃうぞっていうね、そんな感じの、クソゲーですね。ゲームとしては別に面白くないけども、なんかの、スーパーブドウ伝とかについてる、クソみてえな、ミニゲーム、と思って今遊べる、っていう感じですね。よし。さ、もうこれめちゃくちゃ、あー来た！これ、広告のやつや。広告でこのステージが、なんか結構面白そうで、くるんって回るけど、外側に弾かれて出るみたいなね。一回それやりゃよかった。普通にクリアしてしまったけど、これ見てね、ちょっと面白そうやなと思って始めたんですよ。ステージ80にして広告のステージが出てきましたね。おわーわっワイシーですね。ワイシーの T マゴですね。あー、ちょ、くそ。ちょっとあれは欲しい。あれは欲しい。基本スキンとかに興味ないけど、あー、ラッキー、意外とすごい吸引力。ありがとう。ダイソンバリの吸引力をね、誇ってくれるんでね。よーし、オッケー。よし。もうちょいすんなりクリアしたかったですね。よしよし、これはもう大丈夫でしょ。いや、もうカメラワークがひどいのよ。長い、ロングコースになればなるほど、このカメラワークがひどい。ボールを追う仕組みじゃないんだよね。よし、とりあえず、まあレベル100クリアしました。レベル100クリアしたけど、とりあえず多分まだループには入ってないですね。なので、このゲームはステージ数は結構多いと思われる。で、スキンも、多分もうちょいでね、枯れると思うんですよね。ほぼほぼ全部、このボーナスステージで、スキン取るのはミスってないので、これ何やろ？おー！空洞！ちょっと待って、新しいの出は、すごいね、ここへ来てまだ新しいの出てくるから、まあ、かといって難しくはないんだけれども、まあ、ゲームとしては楽しいですね。比較的、ちゃんとしてます、これは。クソゲーですけどね。ああ、ミスった。変に。ちょっと連打してたら転がっちゃいましたけど。まあ、ロングコースですね。さあ、このロングコース、もうカメラワークがひどい。ちょ、もう、ボール見せてよ。ボールが見たい。ゴール入るかどうか。ちょっと、いい感じ。やっぱ入りましたけれども。ああとうとう枯れたね。スキンが枯れました。250ゴールドになってますね。このゴールドで、まあ一応なんかね、スキンを回すガチャは回せるんですけど、もう正直ヨッシーの卵、ワイシーの卵でもう十分、ちくしょう。これはなんだ、重いクソ、違う、転がすパターンか。ゆっくり転がさんとダメ。もう、なぜこのゴールにめちゃくちゃ寄るんだろうか。こんぐらいか、こんぐらいでどう？ねえ、あーい、チキショー、もっと弱くか。これ相当弱くだな。こんなもんでどうでしょうかい？いやーい、オッケー。ちょっとね、工夫を凝らさないとクリアできないステージとかも、ちょこちょこ出始めて、で、まだ、新しいギミックってほどのギミックはないけれども、まあ、楽しくやれる感じには作られてますね。まあ、100超えてるけど、そんなにまだ飽きは来てないですね。おー、でも初めてだな。ちょっとね、なんかループし始めたかなっていうような感じがしてたんですけれども、少なくともこんなギミックは見たことがないので、まだありそうっすね。ちょっとなんかループしてるかな。いや、やっぱこのステージとかは、もう本当にスタートのスタートにあったようなやつに、まあ横に動くちょっと障害物。これももうやってるな。このステージはもう確実に、やってます。はい。いやー、嘘。ちょっと、
よ。ただこのステージはもう確定でやったことあるやつなんで、なんかうすらループに入り始めたかな。あでこれは確実にやったステージではあるが、障害物は前回はなかったってな感じですね。なのでちょっとずつ障害物が増えまくってくるのであれば、ちょっと面白くなってくる。ああこれもですね、絶対やったことあるステージだけど、あんな防護壁はなかったですね今まではね。間もなく200っていうところなんですけども、もうほとんど見たことあるなっていうステージばっかりになってきたので、まあこの辺でもう、ああこれももう確実にやってるのは3回目だな。これ直で行こうとするとね、意外といけないんですけど、直で行けるんかな。あ、いけそうだな。でもなんか2回バウンドさせるのが安定かなと思って、ああいけた、ああ全然いけましたね。はい、ということで、まあここで終わりか。もう全部見てる全部やったことあるステージだわ。だそんなに難易度が高くなってくれないなっていうのが、感想ですかね。もうちょい難しくなってくればゲームとしては楽しいのかなっていう感じはあるんですけれども、まあそんな感じです。ただ普通に暇つぶしとしてやる分には全然楽しめると思われます。これもちょっと2つほど障害物増えてはいるけれどもっていうような感じですかね。ということで今日はですね、パーフェクトゴルフというゲーム紹介させていただきました。まあ普通にね、ゲームとしてはシンプルに面白いとは思いますので、ぜひとも皆さんダウンロードして遊んでいただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。